里崎チャンネル。そこ、5月17日水曜日ね、ただいまジャイアンツ広岡選手とオリックス鈴木康平選手の電撃トレードが両球団から発表されたということで、まあ、ジャイアンツのね、広岡選手はヤクルト、巨人、そしてオリックスとね、トレードで移籍する形になりましたけども、まあね、今回ね、まずは両選手のね、コメントとしては、広岡選手はね、ジャイアンツへの2年半は素晴らしい指導者、スタッフ、先輩後輩、そしてファンの皆様に恵まれましたと。ジャイアンツでプレーできたことを誇りに思い、これからの野球人生にしっかり活かせるよう頑張ります。引き続き応援よろしくお願いしますというメッセージを、出しています。で、そして、オリックス、鈴木康平選手ね。まあ、鈴木康平ね、K鈴木、元はね。で、今年から鈴木康平っていうね、本名に戻してね、再起をね、願って、勝負したっていう中でね、今はただただ驚いているということが率直な気持ちです。ここまで思うような結果を残せず、チームが優勝していく中で貢献できていなかったことが本当に悔しいですと。球団関係者の皆さんや応援してくださっている方々に申し訳ない気持ちです。新天地で活躍している姿を見ていただけるように恩返しになると思いますので、今まで以上に頑張っていきたいと思いますっていうね、トレードが、発表されましたけど、このトレードは素晴らしい。いや、これはね、まあ、結果わかんない。お互いね、ここからまた勝負だから。でも、これはね、間違いなく広岡選手、そして、鈴木選手ね、この両選手にとってはかなりポジティブな、めちゃくちゃ選手にとってはいい、トレードになったし、チームにとってもね、巨人、オリックスのチームにとってもめちゃくちゃいいトレード、だったんじゃないのかなと。まあね、まず広岡選手、で言えば、まあ、今年ね、2軍で、3割6分1厘、ホームラン4本ね、で打点7、盗塁3とね、めちゃくちゃ素晴らしい活躍をね、2軍でしてたけども、まあ、それをもってね、この5月ゴールデンウィークの時にね、1軍に上がってきましたけど、1軍ではね、28打数6安打、2割1分4厘と、まあ、ホームラン1本打ってね、打点2、そして、お、今年広岡行くか、坂本調子悪いけど、右ね、なかなかいない、門脇も左だし、中山も左だし、右の内野陣がいない中でね、行くかっていうところで、まあ、そこね、やっぱ一発だけっていうことになって、で、まあ、登録ね、抹消される形になって、だから、あのね、これ5月の頭、ここが、広岡選手にとったら、人生で、ジャイアンツにいるための勝負の年っていうね、勝負の試合だったね。そこでもう判断されちゃった。もうこれね、2軍でこれ以上判断することないからね、こんな3割6分1厘も打ってよ。で、ホームラン4本も打って、これ以上もう判断材料ないわけ。ね、1軍に来て勝負ってなってやっぱ結果出さないと、それはもうなかなかね、難しいっていうね、形。まあね、秋広選手なんかは2軍で結果出して1軍来てね、1軍でも結果出してるっていうところもあるんでね。でそうなってくると、もうね、新天地に行った方がいい。しかも、パリーグに行くっていうところでね、ここまでヤクルト巨人がセリーグだったっていうことを考えると、このパリーグっていうところでは、ひょっとしたらね、うまいことジョイントね、できる可能性もある。イースタンではね、パリーグ相手ともね、西武、ロッテ、楽天ね、日本ハムっていうね、セリーグの方のね、相手が多い中でね、活躍している。まあもちろん1軍と2軍はね、天と地ほどの差があるからね、あれだけども、これは広岡選手にとってかなりね、ポジティブになった。しかも、オリックスのチーム状況、考えるとですね、やっぱり一番の問題点は、右の代打が全くいないっていうところでね、まあオリックス、まあ昨日のね、1軍のメンバー見てても分かるようにね、ベンチに控えてるのは内野右ね、大城で山足、ここが右ね、で左義母で外野が佐野、小田、T 岡田っていう形で、これね、右の長距離砲がね、ちょっと代打陣にね、いないんだよね。で、本当の代打陣は頓宮とかがね、控えてたんだけども、今頓宮はスターティングラインナップでね、外せないぐらいの選手になっててね、昨日の試合も5番ね、ファーストで、出てたしね。で太田がね、怪我してね、今長期離脱中っていうところで、あと杉本ね、怪我して離脱で、昨日ぐらいからね、 DH で、2軍でも復帰してくれるんで、来てるんで、まあ、ここね、復帰したら上がってくると思いますけども、外野だからね、外野っていうことを考えるとね、あとは DH、 シュインデルの代わりに入る可能性もあるから、やっぱりね、右のね、代打陣がね、やっぱりいないっていうところを考えると、このでしかも長距離砲で、もちろんね、2軍には内藤豪選手とかね、若手いるけども、まだね、2軍で下積みすることの方が重要だから、無理して上げてくることもない。2軍でもっと試合出し続ける方が大事。
で今すぐ使えてそこそこ結果も出してね、まあチャレンジ与えれるっていうね、でしかも内野でって考えるとね、この廣岡選手のオリックス移籍はオリックスにとっても廣岡選手にとってもめちゃくちゃいいトレードだし、オリックスは今いない、ちょうどね右の長距離砲代打陣っていうねところとか次に控えていく選手っていうところがいない中でね、これはめちゃくちゃいいね、補強になったんじゃないでしょうか。まあね、あとはねこのポジティブなトレードっていう中でね、あとは廣岡選手がそこでねオリックスにって結果出せるかどうかも本人次第だけども、明らかにもうこのままジャイアンツいてもほぼチャンスない、これがラストチャンスだった、そこで結果出ない、これで新天地でもう一回チャンスね、これは素晴らしかったんじゃないでしょうか。あとね、K 鈴木ね、鈴木光栄選手ね、ジャイアンツにトレード、これも鈴木選手にとってもねめちゃくちゃいいトレードね。今あのオリックスのね、ピッチャー陣っていうところで言うと一軍ね、リリーフね左一人もいないの、左いない、右ばっかり、平野、村西、比嘉、阿部、本田、小木田、ワゲスパック、山崎総一郎、漆原っていう、ところがいる中でね、ちょっとね今リア中だけどね、ここに宇田川っていうところもね入ってくるしね、で、まあ、吉田亮もねちょっと前までいたけどもね、ここでまだ今年ね一回も一軍で投げてないっていうところになってくると、でちょっと中継ぎ陣強力になってきた、まあ、ちょっと出番もうないよね、チャンスがねなかなかない、そうなってくるとよ移籍いいじゃないのね、このトレード、しかもこのねまだ交流戦前っていうね、まだチャンスある中で、しかもね皆さんご存知の通り巨人ファンの皆さんね、昨日9対8勝ったけどね、もう現在中継ぎ崩壊中でございますね。昨日もリリーフ投げたけどもね、平内ね、鍵谷ね、田中豊樹ね、全員やられちゃってね、8回が育成からね復帰してきた三上のね男っていう感じになってきて、外国人ロペスも無理だっていうね、体勢までどうつなげるんやっていう中でいないじゃん、こうすぐ一軍の可能性もあるね、もうそれはもうねこの右のリリーフめちゃくちゃジャイアンツにとったら欲しいところでね、でまあオリックスも内野のね右のちょっと長距離砲疲労感が欲しい、そして、ジャイアンツのねリリーフがもう崩壊中、もうね猫の手も借りたいぐらい、もう誰でもねいい選手だったらもう欲しいっていう中でね、ここで会ってねトレードっていう形になって、いやこれで本当めちゃくちゃ良かったと思う、お互い、まあ、ほんでね先ほどのね廣岡選手とね、同じようにこのね鈴木選手もあとはね自分のチャンスを生かしきれるかどうかっていうところだけども、今ねリリーフ崩壊中のジャイアンツっていうことを考えるとめちゃくちゃチャンスあるからね、すぐにでも、でも若干ね鈴木選手ねウエスタンでは結果がね思わしいところがここまで出てないっていうところでね、まあさすがにね、佐々木ウエスタンのね、試合まで、追っかけられないっていうところでね、どういう形の、試合になってるのかわからないけども、まあ、今年のねオープン戦はね防御率 2.25 でいい形になってたけども、まあね今年は、5.40 っていうね、2軍での試合っていうところでね、まあちょっとどんな感じで投げてるのかっていうのは正直わからないけども、2021年はね防御率 3.03 で、34試合にも、投げてますしね、1軍でね、全く実績がないわけでもないしね、こっからいい形でね、やっていければジャイアンツのねアダウベレル、そしてまだね29歳、しかも千葉出身、もともと関東だからね千葉出身っていうところでね、千葉、明徳高校から国際武道、そして日立製作所からオリックスっていうところでね、もともと関東の人間だからね、これジャイアンツっていうところではねまだいい感じでね、関東に帰ってこれたんじゃないでしょうか。まあ、そういった意味でもねこの廣岡選手鈴木選手のねこの巨人オリックスお互いのトレードっていうのは、めちゃくちゃ良かったんじゃないのかなと里崎的には思います。しかもまあねもうこの月末からね、交流戦に入っていくって言った中で、まあ、18試合しかないけどね、されど18試合、毎年言ってるけども、この交流戦で 6-7 ゲームっていうのは非常に差をね逆転する、もしくは離すっていうことがね可能な、交流戦期間になってくるから、まあ、ジャイアンツはね今現在5位、1位とはね 5.5 ゲーム差、まあこれな、ギリギリのライン、交流戦で1位になるはねギリギリのラインっていうところで今借金差、まあここね、なんとか37試合終わってね4分の1終わった中でね
ここでね、もうちょっとね、一踏ん張りして立て直すっていうところではいい判断だったと思うし、もうオリックスはね、現在、1ゲーム差の首位、貯金が、7っていうところでね、まあ他のチームもね、ちょっとバタバタしてる中で、しっかりね、固めていきたい。そして杉本森というね、主力がいない中で、全員野球で戦っていかなきゃいけない。で、昨日もね、引き分けになったけども、やっぱ決勝だっていうところ、一本打てない中ね、代打っていうところも使いたいだろうし、ね、この紅林の次っていうところにもね、廣岡を持っていって、スターティングラインナップっていうところも十分考えられるからね。そういった意味では、いきなりね、両者いきなり一軍っていうね。だからまあ、今週は無理でも来週のね、頭からとかね、廣岡なんてすぐ一軍っていうこともね、考えられるけどもね、今日千葉にいるからね、鈴木の場合はね、ちょっと移動してこなきゃいけないっていうところもあるんで、そういった意味ではもうね、すぐ、今週からね、広岡は一軍っていう可能性もあるし、鈴木もね、早かったら、まあ、今週末、もしくはね、来週からっていうね、一軍のところもあるんでね、これは非常にちょっと見どころも多いんでね、どういう活躍をするのかね、楽しみだし、まあ、チームのね、ちょっと交流戦までのね、補強ポイントっていうところも合致したっていうところはあると思いますので、ね、トレードを見た時にね、これは結構ありなんじゃないのかって思うようなね、トレードだったんで、非常にお互いのね、編成部はいい仕事をしたんじゃないでしょうか。あとはね、本人たちが、ファンの皆さんが望むね、素晴らしい活躍をして、自分たちがね、この新天地で活躍、そして、球団寮、ね、球団の思いをね、感じてね、結果に残せればね、みんながハッピーになれるっていうところもあるんでね、ぜひ頑張ってもらいたいと思います。佐々木は今日、静岡から帰ってきて、これからマリンに行って、オリックス対ロッテの解説します。ひょっとしたら、廣岡がいるかもしれませんのでね、千葉テレビですけど解説しますのでぜひご覧ください。ということで佐々木チャンネルね、速報ね、巨人廣岡そしてオリックス鈴木のトレード内容はどうだったのかっていうところを解説してみました。それでは皆さんコメント欄で、皆さんの思いをお伝えください。それでは。